SL 急行、SL 急行、SL 急行は、大井川鉄道が、大井川本線新金谷駅、当初は、金谷駅から先頭駅間にて1976年、昭和51年7月9日から運行している、蒸気機関車牽引による、急行列車の総称である。2011年10月1日ダイヤ改正より、SL 急行は、すべて、川根路号に、 列車名が統一されており、以下の列車が運転されている。運行予定については、大井川鉄道ホームページで SL 運転カレンダーにより発表されている。原則として SL 運転カレンダーで発表されるダイヤではとなっており、1日3往復運転となる、川根道13号から川根道12号については、卓客機に SL 空席状況により追加で運転が、 発表される。なお、2011年10月1日大ヤ改正以前については列車名は定期 s l 急行はカワネロ号、臨時 s l 急行は南アルプス号やトラストトレインなどと列車名が複数存在した。また臨時 s l 急行については列車名のない列車も運行されていた。客車の編成がある程度長い時、 電気機関車が最後尾に連結される。展望車を連結して運行する際は、牽引機の G に連結されることが多い。C10、C11 型は、客車が5両編成以上である場合、C56 型は、客車が4両編成以上である場合連結される。牽引機の状態によっては、客車の編成の長さに関係なく、連結されることもある。起点が、 金谷駅だった当時は、新金谷車両区金谷間の改装にも使用されていた。大半が、日本国有鉄道、国鉄から譲り受けたものである。これらは、戦前から戦後にかけて製造された旧型客車で、SL 前世時代に使用された客車を、ほとんど無改造のまま使用しており、往年の客車列車の雰囲気を色濃く残している。そのため、昭和初期から中期、 1940年代から1970年代を舞台にした映画やドラマのロケーション撮影に使用されることも多い。客車は最短3両編成、試運転時は2両以下の場合もある。最長7両編成である。車両番号は以下の通り、下記の3両は日本ナショナルトラストの所有である。下記の3両は西武鉄道から譲り受けた501系電車の付随車。 サハ1501系を改造した客車で、主に団体用として使用される。2016年6月に、北海道旅客鉄道、JR 北海道から、浜那須で使用されていた14系、客車4両を購入。2018年現在、運転開始時期は未定。2018年2月に、西日本旅客鉄道、JR 西日本から、 SL 山口号で使用されていた12系客車5両を購入。2018年現在、運転開始時期は未定。真冬や天候不良時を除き、毎日運行される。他社の SL 列車が、原則的に休日のみの運行なのに対し、平日も積極的に運行している点は特筆に値する。基本的には1日1往復だが、 夏休みなどの多客機には2往復、または3往復が運行されることもある。乗車に際しては、SL 急行券、大人800円、小人400円、2013年3月20日改定の購入が必要で、全席指定となっているが、満席の場合は、立席での乗車も可能である。2005年頃から、通勤通学客に配慮して、 定期乗車券所有者の急行料金が免除となった。SL が本線運転を開始してから、長らく転車台が先頭駅にしかなかったため、上り先頭発金谷駅列車の SL は、バック運転、逆軌で客車を牽引していた。2011年9月に新金谷駅に設置された転車台が、同年10月7日に運用を開始したことに伴い、上り列車の SL についても、 原則的に、正方向での客車の牽引が開始されるとともに、先頭駅の転車台についても常時運用するようになった。これに先立ち、同10月1日から、SL 急行は、すべて、新金谷先頭間の運転となった。また、金谷駅からの利用者のため、下りの SL 急行は新金谷駅では、金谷駅から当駅止まりの区間列車と接続を受けて、発車する形となり、 SL 級高運転日のみ運転する区間列車も設定された。これはもともと西武鉄道から購入した電気機関車 E31 系を新金谷車両区金谷間における改装用に充当する予定だったものが ATS 設置費用を捻出できず実現しなかったための措置である。なお、新金谷駅の転車台が運用開始する以前については通常の運行では 下り金谷発戦闘行き列車の SL は正方向、上り戦闘発金谷行き列車の SL は逆機で客車を牽引していた。ただし、イベントや映画の撮影の際、戦闘駅の転車台で方向転換をし、上下列車とも SL が正方向で客車を牽引したこともあった。この場合、その次の運行では上下列車とも SL が逆で客車を牽引し、 そのまた次の運行では、通常の運行形態、下り列車の SL は正方向、上り列車の SL は逆機に戻っていた。2014年、平成26年から、ウィルバート・オードリー原作のイギリスの用事向け、テレビ番組、機関車、トーマスとのタイアップ企画が実施されている。これは、イギリスほかアメリカ、オーストラリアなどで、 デイアウトウィズ、トーマスの名称で実施されているもので、アジアで実現するのはこのイベントが初めてである。機関車、トーマス日本語吹き替え版の総合制作である、ソニークリエイティブプロダクツとの全面的なパートナーシップのもと、同年7月から10月まで C11-227 を改装した機関車、トーマ号が運転された。翌2015年、平成27年からは、 C56-44 を改装した機関車、ジェームス号も登場し、一部運転日は、両方が運転される。改装は、各機関車をトーマス・ジェームスに似せ、車体塗装の変更、顔の設置、全消灯の位置を、ボイラー上部から連結器付近に移設するなど、大規模なものとなっている。なお、2014年は、 従来の SL 急行料金が適用されたが、2015年からは、新たにトーマス・ジェームス料金を設定し、乗車料金は、運賃とトーマス・ジェームス料金の合計となる。これに合わせて、大井川鉄道所有のスハ十三系、客車七両、オオ四十十七八一、お四十七三百八十、オ7四十七三百九十八、オハ8四十七五百十二。 スハフ42184、スハフ42286、スハフ42304が、トーマスのケイズル客車アニートララベルを模したオレンジ色に塗装され、専用客車としてリニューアルされた。車内の各座席にトーマスのキャラクターをデザインしたヘッドカバーが装着され、車内放送ではトーマス、コエ、ヒカクミコやジェームス、コエ、エバラ聖師による、 沿線名所の案内も行われている。また、先頭駅では、トーマスフェアが開催され、駅構内に設置された、トーマス広場では、生体保存中の9600形状機機関車が広。声、現代鉄昇、以下は専用の DB1 系ディーゼル機関車が、ダスティーにそれぞれ改装されて展示されており、先頭駅に到着したトーマス・ジェームスが、広。 ラスティの隣に並ぶ演出が行われる。2015年には部品取り落として新金谷駅に保管されていた C12、ガタを改装したパーシー、声、熊城知恵も登場した。ヒロとパーシーはスピーカーによって声を出し、パーシーはそれに加えて目が動くようになっている。2016年、平成28年には、いたずら歌詞と意地悪る歌詞が登場したほか、大井川本線と、 並行する道路をバスのバーティーが走るようになった。これらの列車種別は特急扱いであり、客車にも特急のサボが刺さっている。このため通常の SL 急行とは異なり、ダイヤ上は新カナや戦馬をノンストップで結んでいる家山駅で運転停車はセスル。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。